こんにちは中央区です。リポーターの新森大地です。今回のこんにちは中央区です。企画番組ではこちら、今年3月にリニューアルオープンした中央区立区民健康村ヴィラ本栖とその周辺のおすすめスポットをご紹介します。お楽しみに。東京から車でおよそ2時間半、本栖湖の湖畔に位置するこちらが中央区立区民健康村ヴィラ本栖です。大自然に囲まれた佇まいは都会の疲れを癒すのにぴったりの場所ですよね。周辺の観光スポットも充実。徒歩およそ10分にある本栖湖は透明度が高く、カヌーなどのアクティビティも楽しめます。また千円札に描かれた景色は必見です。ヴィラ本栖へは便利な直通バスがおすすめです。乗車時間はおよそ3時間半、乗り換えなしでヴィラ本栖へ行くことができます。ぜひご利用ください。着きました。こちら中ですね。いや、落ち着いてていい雰囲気ですね。あ、どうも本さん、よろしくお願いします。いらっしゃいませ、お待ちしておりました。ありがとうございます。3月にリニューアルされたということなんですけども、はい、どういったところが変わったんでしょうか。そうですね、もう全館含めて絨毯、はい、またカーテンも、はい、またそれぞれの調度品も新たになりまして、はい、またさらに、この LED を含めて、はい、照明が新しくなってますので。そうなんですか。非常に明るい雰囲気になりました。何か他にも変わったところとかっていうのはあるんですか。はい、そうですね、また後でご案内いたしますが、はい、お部屋の洋室、ベッド等が今までシングルだったものが一回り広いベッドに変わってもおります。なるほど、それ楽しみですね。実際にお部屋を見せていただきました。これ綺麗なお部屋ですね。 ありがとうございます。いや、素晴らしい、ね、こちらが洋室ですか。はい、そうですね、ツインルームになります。ベッドもすごいこう豪華ですね。そうですね、今までと変わりましてだいぶ広くセミダブルベッドになりましたんで。前が普通のシングル、はい、シングルだったんですが、またベッドカバーの方も、まあ、デュベタイプという。いやー、ふかふかですね。ですね。いやー、あー、すごい。いや、広いですね。そうですね、ちょっと見てください。僕が寝ても全然余裕がありますからね。いやー、いいですね。これはですね、すっごいぐっすり眠れそうですですね。ソファーもだいぶゆったりとした幅の広いものが入りましたし、 あと壁紙ですとかカーテンですとか、はい、それぞれ椅子も変わっておりますね。あ、椅子も、はい、張り替えております。あ、もうほとんど新しくなっているっていうことですよね。そうですね、来られる方にとってはすごく嬉しいですね。はい、そうですね、きっと喜んでいただけるものと思っております。はいはい、こちらの洋室以外にもヴィラ本栖には様々なタイプの部屋が用意されています。こちらは和洋室、2つのベッドと6畳の和室が設けられています。またコテージも2棟あり、10名まで泊まることができます。さて、まだまだあるヴィラ本栖の魅力ですが、続きは後ほど。ここからはヴィラ本栖周辺にあるおすすめ観光スポットを紹介しましょう。いやー、足湯に入ってるんですが、とっても気持ちいいです。そしてご覧ください、こちらの景色がまた最高なんですよ。いかがですか、この眺め。ヴィラ本栖から車でおよそ10分、こちらは富士芝桜祭りの会場です。
およそ80万株の芝桜が見ごろを迎える4月中旬から開催されています。開催中は地元の名物が食べられるコーナーや名産品の販売なども行われていて、毎年多くの観光客が訪れる人気のイベントです。中でも富士山と一面の芝桜が楽しめる展望足湯がおすすめです。この眺めと足湯のコラボ、癒されますね。富士芝桜祭りの会場へはヴィラ本栖から車でおよそ10分です。続いてはこれから何かショーが開催されるみたいですね。いやー、楽しみです。おーすごい。こちらのベンガルマスク。はい、こちらのベンガルマスク。すごい。すごい、こんな間近で見たの初めてですね。すごい。こちらはヴィラ本栖から車でおよそ15分、富士花鳥園です。巨大な温室の中では花や鳥たちと触れ合うことなどができます。広さおよそ8000平方メートルの温室の中では一年中花々を楽しめます。温室の中ではフクロウのショーも行われ、フクロウが飛ぶ姿を間近に見ることができます。今ですね、花鳥園には鳥の赤ちゃんがいまして、実際に触ることができるそうです。はい、こちらこちらになります。はい、失礼します。失礼します。おお、こちらは、はい、それがエミューの赤ちゃんになります。エミューの赤ちゃん、はい、いや、かわいいですね。ありがとうございます。これ生まれてどれぐらいなんですか？生まれて 2,3 週間の赤ちゃんです。じゃあもう本当生まれたばっかり。すごい元気いっぱいですね、みんな。そうですね。触ったりして大丈夫ですか？はい、あの触るときは、はい、お腹のあたりをポンポンと、はい、触ってあげてください。はい、ちょっとなんか気持ちよさそうですね。そうですね。お腹触れるの好きなんですか？そうですね。すごい寄ってきますね。結構あの好奇心旺盛ですので、めっちゃ疲れて、めっちゃ疲れてますね。なんかこうあれですか？そう。はい、尖ったものとか服とか見ると結構あれなんですか、つつきたくなるんですか？そうですね、特にあのキラキラしたものが大好き。あ、そうなんですか、はい、そういうものに結構目がないんですね。そうですね。タイミングが合えばエミューの赤ちゃんと触れ合えるかも。皆さんも富士花鳥園で綺麗な花や可愛い鳥たちに癒されてみてはいかが。ヴィラ本栖から車でおよそ15分です。続いてのおすすめスポットはヴィラ本栖から車でおよそ20分、富岳風穴です。ネイチャーガイドの小野さんに風穴の歴史を伺いました。富士山のね、はい、頂上じゃなくて麓のね、はい、長尾山という長尾山、長尾山、はい、高さが1400メートルぐらいの、まあ、低い山ですけど、はい、そっから山、はい、そっから噴火、はい、でマグマが固まったのがこの溶岩なんです。あ、こちらに溶岩、溶岩、はい、流れ出ちゃった後が空洞になっちゃった、洞窟になった。あ、それがもうこちらの風穴になるんですか？そうです。では早速風穴の中へ。あれ、ね、急にここら辺からあれですね、そうです、気温が下がってきてひんやりしてきますね。ちょっと行きます。あ、またぐっと下がってきますね。ここ入ると富岳風穴の中は年間平均気温およそ3度と夏でも涼しいそうですが、それもそのはず、氷柱がありました。いや、これすごいですね。ね、
これは何て言うんですか。これは氷柱ですね。氷柱。氷の柱。氷の柱。これ一年中食べないでいますね。もっと夏になるとね、はい、人間が入ってる料理するからね、少しはまあ痩せますけどね。一年中もうこれできてるんですか。そうです。すごいだ。いつ来てもこれ見れるんですよね。見れるんですよね。これ氷柱ね。つまり上からね、凍ってくる。下から上がってくる。つながってる。これが柱になったんです。あ、上と下から両方こう来て柱になるんですか。そう、柱になる。たくさんの観光客が訪れるという富岳風穴、特に夏は行列ができるほどなんだとか。自然が作り出す造形美を見ながら、ちょっとした探検気分が味わえます。富岳風穴へはビラ本栖から車でおよそ20分です。さて、再びリニューアルオープンしたビラ本栖の魅力をご紹介しましょう。今回のリニューアルで新たに設置されたのがこちら、パソコンコーナーです。利用者から要望の多かったパソコンコーナーを設置。観光スポットなどの検索に利用でき、とっても便利です。ご利用の際はフロントへお知らせください。また一部屋だったオーディオルームを二部屋に。ビラ本栖で楽しいひとときをお過ごしください。そして一日の疲れを癒してくれるこちらは大浴場です。本栖湖の自然を眺めながら入るお風呂は格別です。今回のリニューアルではバリアフリー改修を行い、洗い場にも手すりを設置しました。またマッサージチェアが8台置かれたリラクゼーションルームは無料でご利用いただけます。ペットと一緒に楽しみたいという方のためにヴィラ本栖ではペットルームを完備。預けたペットの様子は各部屋のテレビを通して見ることができます。安心ですね。ヴィラ本栖といえば美味しい料理も人気なんです。ヴィラ本栖を指定管理者として運営しているのが箱根の老舗富士屋ホテル。伝統の味をヴィラ本栖でも楽しむことができます。お待たせいたしました、はい、本日のメインディッシュでございます。これは美味しそうですね。サーロインステーキのポルトシュのソースです、はい、はこれポルトシュっていうのは結構珍しいですか。そうですね、はい、酒精強化ワイン、はい、世界三大シェリー酒スペインの、はい、でマデラーと、ポルトと三大強化ワインとされております。熱してありますので、はい、なるほど。アルコールの方はすべて飛んでおりますので、お酒をお飲みにならない方でも、はい、ゆったりと召し上がりになることができます。わじゃあいただきます。もう一言言うと幸せですね。もう本当にこれお肉が柔らかくて、そしてこのお肉の旨味と甘みがこう凝縮されてて、で弾力もしっかりあってね、食べ応えもしっかりありますね。そしてこのソース、これがちょっと濃厚なんですけども、でお肉にこれがまたよく合うんですよ。いや本当にこれ美味しいです。季節ごとに旬の食材を使ったヴィラ本栖のディナー、ぜひご賞味ください。ヴィラ本栖はいかがだったでしょうか。新緑の季節になり、木々に囲まれ空気も美味しいヴィラ本栖、とってもおすすめです。皆さんぜひご利用ください。それではヴィラ本栖はリニューアルオープンこの度いたしました。区民の皆様よりより喜んでいただける、ご満足いただける施設へと生まれ変わりました。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。ヴィラ本栖のご利用は事前の申し込みが必要です。区民専用の申し込みはがきやインターネットなどでお申し込みいただけます。詳しくはお問い合わせください。